なんと今日は、はい、今から、うん、結婚式のオープニングムービーを撮ります。わーね、撮りましょう。オープニングムービーをね、やっぱりオープニングムービーがないとエンディングまで迎えれませんから、撮りましょう。じゃあなんでさ、そういうさ、はい、テンションなの。いや、オープニングもうちょっとさ、心込めてくれる、うん、心込めてるぞ。だから今日は、うん、あのここどこですか。ここはあの三浦半島の一番先っぽのなんか民家です。ハウススタジオそうに来てて、これから海で撮るんですよ、うん、そうなんですよ。だからまあ今日はまあ9月の20日なんですけど、まだあの外気温が30度を超えてるんですよ。でやっぱり今日はあれでしょ、ちゃんと着替えてあのそういうウェディングっぽいことをしないといけないでしょ。ウェディングっぽいというかウェディングだから、うん、ドレス、私はドレス着ます、はい、あなたは私はもう本当に B さんですよ。やめて、 B さん、 B さん短パン T シャツで、あなたは自分が持ってる服を着て。そうだ、ここちょっとおかしいのが、あなたなんかご用意したんですよね。そうです、ウェディングドレスを用意しました。ちゃんと私は自前のですよ、自分で作ったケイチョンチャンネルのケスでも着てるスーツを持ってきてくださいって言われて、私は持ってきてる。あなたのは、私はちゃんと、もうちゃんとしためっちゃ高いドレスって言われたもん。そうでしょ、うん、私はだからもう、でもなぜかというとあなた太ってるから。いや太ってるからじゃないです、これは太ってるから。ちっちゃい、サイズがないですって言われたんだもん。あの山本さんのサイズがないんで、測りましたかね、ご持参くださいって。測りましたか、サイズ。でも見たから、見るからにあの、うん、ないサイズだから、うん、ちょっとご用意ができなくて、山本さんなんかスーツありますかって。であのインスタに載ってるあのスーツ屋さんで撮った写真を赤とかピンクとか全部送って、そしたら、あ、この水色なら合うかもしれませんって。合うかもしれないです、まだ見てないですよ私のは。でも別日で、あの和装も撮りますから。え、和装も、和装撮るよ別日で。だって絶対似合うじゃん、なんか顔的に。だから今日撮ったやつと和装を組み合わせてオープニングムービーなの。やりましょう、早くやりましょう。あなた今からメイクをしてフィッティングやるわけでしょ。もう、うん、ね、うん、私も自前でパッパッパッてやったら5分あればもうすぐ行けますから。いや、メイクちょっとしてもらった方がいい。クマだってむくんでるもん、顔。しょうがないです、昨日ちょっと遅かったんで。遅くまで食べてたから、このクマを消してちょっとシミを消してもらおう。わかりました、はい、じゃあちょっと支度するので待っててください、はいはい、2時間待ちです待っててください。なんか前発表の時はなんかとにかく大人っぽくしてくださいって言ってて、うん、そのまだ結婚発表前だったから、はい、なんか年齢差がなるべく目立たないような写真にしたくて、うん、とにかく大人っぽくメイクしてくださいって言ったから、はい、めっちゃメイク濃かったの、うん、今よりもっともっと、もうめっちゃ濃いですもうなんかめっちゃ濃くないですかメイク、うんうんうん、めっちゃ濃くないメイク。いい感じのが撮れるかな。なんかドレスもさ5、6着着たの、はい、着て候補が2個ぐらいあってどっちかなとか言って、うん、最後に、あ、これちなみにこれあるんですけど着てみますって着たのでこれめっちゃいいってなってそれになった、今回は結構ちゃんとしたドレスになっちゃったの気づいたら。いや、もっとねワンピースっぽいの連れてあったのワンピースっぽいのでなんかちょっとナチュラルな感じで、うんうん、式でちゃんとしたドレスを着れたって思ったんだけど、はい、結局なんか着てたら結構なんか派手めなドレスになってしまったんです。可愛いけどほとんどできてきましたよし、すぐにやってます。では、ケイに呼んでみますか。どうぞどうぞ。あらーねー、あら、かわいらしいじゃないねー。どうも、あらららららね、もうういつもより綺麗ですって言われてたんでね、可愛らしい。どうですか、だってね2時間もねかけてやって、私も
なぜ3分ぐらいでもう着替えさせられてパッとしておいてきたんですよ。だってこれ自分のやつだもんね。そうです。あれね、合ってるかな。ほら、あれ持ってきて、指輪、あのギンガムチェックですね、これね。指輪持ってきて、指輪、指輪。あー、指輪忘れました。早く指輪持ってきて、早く指輪忘れてしまいました。指輪を買ったんです、結婚指輪。最近早く持ってきて。でも一回まだつけてない。結婚式までに指輪の交換したいから買ってって言って買いに行ったんです。私は毎日つけてるけど、やばい、毎日つけてるから多分輝きが全然違うかも。私は洗い物とかでフライパンとかカーンとかもつけてるから、もう多分K の一回も買った時に試しにつけただけで一回もつけてないから、ピカピカだと思う。私もちょっと色が、はーい早く指輪これのまま、これのまま持ってきたね。まだつけたこと一回もつけてないからさ。ほら、輝きがさ、やっぱさ、綺麗で汚れてないもん。ほら、つけて、ほらほら、ほら、初めてつけたじゃん。これ取らないで、このまま。いいじゃん、ほら。今日は取らないけど。じゃあ金属アレルギーがあるからしょうがないよね。そうだよ、そうそうそう。ほら、いいじゃん、これ。似合うよ、ほら。似合ってる。私でもね、全部込みで、もう3分で着替えたの。何分かかったの？私だってまだ顔すら上がってないのよ。シミとクマを。顔すら上がってないから。汚っ。あらあら、ほらやっぱキラキラじゃない、こっちの方が。ほらやっぱさ、確かに、ほらこっちを輝いてる、やっぱ綺麗、使ってないから。私もフライパンにめっちゃぶつけてるから、よく見たら見て。だから私フライパンぶつけないの置いとくからね、ちゃんと。ダメダメ、毎日つけて。でフライパンね、厨房に入るから、私いいじゃん、いいじゃん、厨房に入るからね、いいじゃん、これ綺麗にしとかないと。めっちゃいいじゃん、厨房に入るから。めっちゃいいじゃん、指輪。これつけないよ、常にもったいない、高いんだから。高いから置いとかないとね。じゃあ、K をメイクしてもらって、撮影に行きますか。はい、行きましょう。いいんじゃない。やめなよ、食べるの。なんでいつもあなた撮影の前にパン食べるの？うち、あんパンちょっと食べたいな。あ、じゃあ、これ食べるの？やめなよ、食べるの。もうすぐだから。全部だから食べるの？あ、やっぱちょっとやるだけでも違うわ、うん、やった方がいいよ。クマがひどいもん、たるみが。同じカットを何回も撮るんだって。耐えれる？あなた耐えれない耐えれない何回も同じカット撮るんだって。耐えれる？あなたも集中力で。落ち着きがないからダメよ。落ち着いて、短く撮っていただいた。確かにね、集中力が。あ、いいじゃん。あ、いいいい、めっちゃいいですね。うん、あ、いい、あ、いいね。ほんまですか？いいね、はい。ほんまですか？変わりまへんて。いいよ。ほんまですかね。すごい、めっちゃ綺麗。すごい。左手は指輪に守られてて、右守るのは俺みたいな。右守って、じゃあでそれふざけないでね。何も聞いてふざけたら多分すごい寒い映像になるから。なんかいいね、そういうね、でもなんかそういうのはやめて。もう自分ハリウッド俳優だと思うけどね。ということで、じゃあ行きますか。はい。そしたらですね、最初お二人は向こう側に向かって歩くのを、後ろ姿を撮るような感じで行きます。じゃあ歩きましょう、よーい、スタート。上手、うまっ。いい感じ、いい感じ。
だって4カットぐらい撮ってるけど、あ、めっちゃいい。やっぱ横顔映ってるのいいですよね。はいはい。一回止まります。なんでそうやってふざけるの。怖いじゃない、いい加減にカップルに負けないような面白い絵を作らないと。面白い絵はいいよ。ちゃんと真面目な、ふざけてもいいから真面目なのもちょうだい。分かった。はい、はい、撮れてますよ、動画ですよ。あ、いいね。はい、はい、みきちゃん、はい、こっち動画ですからね。はい、動画デート来たみたいな感じですね。怖い。もっと可愛く笑って。というかやっぱりいいものがコンパクトに取れてるっていう。ありがとうございます。行きましょう。はい、はい、行きます。せーの、はい、はい、ちょっと寄ります。めっちゃ
それ何？空？それ何？それ何？ね、それ何？よくあるけどさ、これ。それあんまこういうやつじゃない。そしてちょっとおふざけありで大丈夫です。あ、最高。それ何？最高ですよ。で何分ぐらい？2.5キロぐらい。あ、いい感じ、いい感じ。おー、いいぞ、いいぞ。
めちゃくちゃいい写真が撮れると思った。で、顔くっつけてみましょう。ギュッと。あー、完璧です。ベールちょい下げー。オッケー。オッケー、じゃあ2人今度向き合って、ちょっと恥ずかしい。最後、夕日がね、オレンジ色になるところまで行きたかったんですけど、はい、まあまあまあ、でもいい写真いっぱい撮れたよ。ものすごいいいものができたんじゃないですか。楽しみだね、はい。今日はオープニングムーミーの和装の撮影をします。今は5時半です。私の方がメイクが2時間かかるので、K はまだ来てないです。 K は遅れての参加で、私が先にメイクを全部やった後に参加して来てもらって着替えてもらって撮影になるんですけど、この前撮ったドレスのシーンとこの和装の、今日撮る和装のを組み合わせてオープニングムービーを撮ります。であと私はね、人生で一度は和装を着てみたいっていうのと、絶対に K は和装が似合うから、だから着たいなと思って今回やったので、ぜひどんな風になるのか楽しみにしていてください。おー、いいじゃない。暇だな。着たことある？これ。ある。あるあるんだ。何で？いや、もうそう、なんかいろいろこういうのあるよ。似合うね、やっぱ顔が和だから坊主だし、和だね。和だよ。え、もっとなんか、おーみたいなないの？
まあ想像通りだよ、そら。これ見たことないでしょ、こういうやつ。ないけど熱そうだね。熱いよ、重たいもん。本当なんかうおーとかないの、まあ、なんかもう想像してたから。あ、なんかあれかなと思う。なんかここカツラじゃないけど、そういうなんかやるのかなと思って。どのお姫様みたいな。違う、なんかこういうやつですよね。ね、あ、やらないよ。そうなのかなと思ってたから、普通の顔で来たと思った。普通の顔はこれ、いやいや、普通の髪型で来るんだなと思った。なんかこんなバッサーっていうのが、いやいや、そんなのしないけど、途中かなと思った。完璧です、 OK です、ありがとうございます。でちょっと寄りをもう一回、このままで大丈夫ですか。はい、大丈夫です。一回来て、こうじゃない、こう、肩、はい、そのぐらいにしましょう。はい、感じ。あ、それ、それいいですね。みんなメロメロ。あ、それかわいいですね。ちょっと半隠し。あ、いい。めちゃくちゃ作ってたけど、それめちゃくちゃいいです。はい。かわいいです。かわいいです。完成ですか、これは。はい、完成。OK です。吉野さんの頭完成ですね。これでせーのでいきますよ。はい、じゃあいきましょう、せーの。めっちゃ撮れた。あ、西野さんも撮りたい。いいじゃない。すごっ。青空。え？ちゃんと靴のさ、こう、うん、見せてる。すごっ。足の裏見せない。もう完璧じゃん。すごっ。え、これ西野さんも入れてやりたいですね。え、これめっちゃいいよ。これ、超いいじゃないですか。そら、ね。結婚しました。え、これすごっ。これめちゃくちゃいいよ。パターン。最高っすね。足の裏を見せると。さす。うわ、プロすぎこれ。ひたすら飛んでます今。めちゃめちゃ奇跡の一枚を狙って。明日筋肉痛。なんかもも痛いな。うわー素敵。合ってるのかなこれで。合ってるのかな。ちょっともはや俺は。これ合ってるのかな。こういう人見たことないんだけど。これ合ってるのかな。なんかあるんだろうね、そういうの。お祭りで、お祭りでこういうものです。素敵ですよ、うん。そうなんだ、こういうものなんだ。確かに日常だったら絶対につけないですよね。うん、どうなってるの？え、なんかなんかね、そうワイヤーで。本来はカツラでそのボリュームを保てるんだけど、うん、今回はあの洋装の髪型なんで、うん、ここにワイヤーが。アンテナこうみたいに、うん、あ、枠がちょっとね、確かに太陽に透かすと見える。うん、でちょっと一枚。こうさっきふざけてやつの、すごいじゃん、2人バージョンを撮りたくて、うん、え、あ、西野さん飛ばないですか、これで飛びたいんだ、いいのこれで、あ、どうぞ、すご
いね、めっちゃ飛んでるじゃん。でかいじゃん。では行きます、せーの、うまい。せーの、ちゃんと足裏見せてるんだよな、すごい。写真の時に足裏が綺麗に見えると何だろう。より、あの、低めで撮ってます。はい、めっちゃいい感じ。合ってるんだこれで。うん、合ってます。そういうものだったなんか面白くない、イカみたいやばい、そう見えてきちゃいますもう、